令和元年台風第17号は2019年9月に発生し沖縄に接近した後に日本海を通過して日本列島に大雨や暴風をもたらした台風である宮崎県では竜巻が発生した新図9月14日頃にトロピカルデプレッションの熱帯低気圧から降格した低圧部が17日9時に沖縄の南で 再び熱帯低気圧に発達。フィリピン大気地球物理天文局はこれを前述の熱帯低気圧とは別の新たな熱帯低気圧と解析し、17日18時にフィリピン名、ニンファと命名した。その後、合同台風警報センターは19日12時に熱帯低気圧番号 18W を付番した。18W は同日15時に沖縄の南で 台風17号となり、アジア名、ターファーと命名された。命名国はマレーシアで、ナマズを意味する。発生当初から大型であった、この台風は20日21時に強い勢力になり、21日未明には沖縄に接近。都科式島では同日4時54分に最大瞬間風速秒速47.7メートルを観測したほか、 南上シート数で秒速46.9メートル、那覇市で41.1メートル、S の最大瞬間風速を観測した。台風は、その後東、シナ海を北上。九州地方北部や中国地方を暴風域に巻き込みながら、津島海峡を経て日本海に進み、23日9時に、能登半島沖で温帯低気圧に変わった。経済産業省によると、 九州地方で長崎県を中心に一時約11万戸が停電するなど、停電個数は一時6万8730戸に達した。台風が温帯低気圧に変わった23日、台風に向かうように南から暖かい空気が流れ込んだため、北陸地方をはじめに本海側では、朝からすでに30度前後まで気温が上がっているところが多くなった。 台風周辺の湿った空気と前線の影響で、宮崎県宮崎市赤江では1時間に109.5ミ、mm、リメートルの猛烈な雨を観測。総雨量では、徳島県長町北東で500ミリメートルに達したほか、西日本の太平洋側を中心に大雨となった。宮崎県延岡市では22日に突風が発生。宮崎地方気象台は23日、気象庁の現地調査の結果、 この台風の影響による竜巻と認められると発表した。突風の痕跡を南北7から8キロメートルの範囲で確認し、被害が帯状に広がっていることや、住民の目撃証言、映像などから判断したという。延岡市では、JR 延岡駅の鉄塔が倒れる、重さ約1.8トンの貨物コンテナ18個が吹き飛ばされる、店屋への窓ガラスが割れる、 車が横転するなどといった被害が伝えられた。同市では、1993年や2006年にも、台風による竜巻が発生して、大きな被害が出ており、特に2006年の台風13号に伴って、発生した竜巻による被害は大きく、九州の統計史上最大級のものと言われている。この台風が原因で発生した竜巻は、竜巻の強さの指標である、 富士田スケールにおいて上から4番目に強い海にで、これにより3人が死亡、142人以上が負傷、家屋の損壊件数も1200件を超えたほか、JR 日報線の電車が脱線するなどの甚大な被害をもたらした。この台風は日本だけでなく、隣国の韓国にも大きな影響を与え、強風による被害が500件以上、負傷者も30人以上に上った。 この台風により、人的被害は、死者2人、重症者5人、軽傷者64人となったほか、重火被害は、半壊9棟、一部破損719棟、床上浸水97棟、床下浸水147棟などとなった。ありがとうございます。